もうあの方たちは余裕があるから何言っても大丈夫ですよ。余裕があるから。その辺はあのこの漫画じゃもうどんどん順風堂いきますけど、はい、青い炎の中でいろんな漫画が出てくるじゃないですか。はい、大丈夫なんですか。特にあの俺心配なのは矢野健太郎です。いや、ちょっと待って。矢野健太郎さんは尊敬してるっていう私の気持ちがガーッと出てない？伝わってます。伝わります。あのね、ね、絵描きってね、絵描きって全部絵に出ちゃうじゃないですか。はい、だからいかにネームとか設定とかで尊敬してる巨匠みたいなふりしてても、そんなに尊敬してなかったら絵に現れないんですよ。うん、で、志望先生、大阪芸大の教授で与田先生描いてるけど、多分そんなに尊敬してないから。絵がね、ヨーダに似せてちょっと描いてみました止まりなんですよ。でも矢野健太郎すげえかっこよく描けてるから、本当にね、あの時はね、右手正直だよなって思います。もういや、与田先生尊敬しておけばよかったって今すっごいね反省してるの。本当に反省してる。でも青い炎描いてる時はあの時の炎燃えるの気持ちで描かなきゃいけないから、そんなにペンが走んないわけですよ。で、あの時代に矢野健太郎って輝いて見えたからこんな風になっちゃうわけですよ。輝いていたよね、本当にね。今でもだけど、はい、もうそうですよ。象がこう鎖につながれてるみたいにさ、はい、子供の時につながれた鎖が切れないんだよ、やっぱり大きくなってる。この、ま、3回留年、いまだに1年生だが、翌年ちゃんと4回留年だったんですよ。素晴らしい。これ本人は大丈夫なんですか。いや、最初に、こういうのっていちいち許可取る場合とやっちまえっていう場合ってあるじゃないですか。ありますね。どっちなんですか、島先生は。矢野さんの場合は一応そんなに親しくもないのでここまで書いておいて親しくもないので、はい、私が個人的にネットを通じてメールを出したんですよ。書いていい？書いていい。個人的にネットでメール、はい、そしたら、うん、最初は渋ってたんですけど、はい、1話目読んだら、はい、ネットで出てるの誰かが勝手にアップしたの見たら、はいはい、庵野秀明がこう書かれてると、はい、だったらいいって書かれないより書かれた方がいいと。で、お礼に、はい、出した方にお礼に何か送ったりするんですけど、はい、シャーザクのプラモデル の、はい、新しいマスターグレードとか出たんですよね、はい、あれをね送ったんですよ、はい、そしたら電話が来たのかメールが来たのか、はいはい、ちょうど俺がシャーザクを買って帰ってきたら届いてたあ、じゃあこの青い炎に登場しているキャラクターで実際の人物は連絡取れる人にはなんか割と何か送ってるんですか。今年の夏、ごめんごめん、ごめん、送らないと思います。いや、そうですよ。柴田言わなきゃよかった。あのね、送ってない人いるでしょ。います、ごめんなさい。だって僕ごめんなさい、7巻で大々的に出てるんですけども、単行本の前にサインついてこれで終わりです。いやいやいや、そこでガーンとサインついて、で、あのね、直筆の手紙が岡田敏夫様ってめちゃくちゃ勢いのある手紙がちっちゃいのついてて、あのね、はい、あのね、画面、バカにした人には送ってる。こういう買い方して悪かったなと思う。ごめんなさいの意味を込めて。今年2週間ぐらい前にうちにメロン2個、志望先生から来てましたけど、 あれは何か悪いことをしたなって思って。あれは